どうも斉藤紳士でございます。さあ、今日はですねちょっと思っていることを、まあ、話す雑談会でございますけれども、小説をね書いちゃ消し書いちゃ消しをしているし、賞に向けてとか、これはちょっとこの賞向きだぞとかねっていうふうに戦略を立ててやっていた時期もある。ところが全然、受賞できないってなった時に、まあ僕はもう好きなものを書こうというふうに思った。好きなものを今書いている、ね、やっぱり全然通らない。なんだったら成績はちょっと落ちつつある。どうしようっていう時にですね、まあなんでしょうかね、ちょっとこう本当に自分が書きたいものは書けてない、どうしたってちょっと賞を取りたいとか優等生の発言したいみたいな部分ができてくる自分がすごく嫌なんです。今気持ちが悪い、吐きそうやと思っています。そんなね、芸人の時だってそうなんですよ。僕は結局ずっとオーディション組でね、まあ今もオーディション組らしいです、どうやらもうええわと思ってますけど、オーディション組っていうところあるですよ、あるんですよ、あるですよって、400組からね500組ぐらい毎月こうエントリーをして並んでお金払うて吉本の劇場に入れてくださいっていうわけですよ。ところがまあパン跳ねられるわけですよ。400組500組の中からその一月で上の人たち、上の正規メンバーと戦えるの3組しかいないっていう時があったんですよ。そこ僕勝ち抜いてるんです、ね、でもその時どうやって勝ち抜いたかっていうと、正直作家の先生が好みそうなネタばっかりやってたんですよ。こういうのでしちゃろ、構成がちゃんとしてて、でも受けない、受けないし、やっぱりこうある程度のところまで行くけど途中で絶対負けるんですよ。どうしよう、それで1年以上やってたわけですよ。ある時に、まあ、僕の同期の男がですね、あなたのなんていうの、強みって多分それじゃないと、もう構成もクソも関係ないボケの羅列をドワーッとしたら、あんたのボケは強いからそれで行った方が絶対、もうあんたが出てパッとこう舞台に出てきた時から何しでかすかわからんなこいつっていう雰囲気はあんたは持ってると、まあこの YouTube を見てる皆さんは多分わからないと思うんですけど、舞台の僕が結構ねちょっと切れてるんですよ、一本線が。それの方が絶対あなた受けるのにって言われたんですよ、同期の人にね。で、ああそうかと、もうほんなんもうむちゃくちゃやってみるわ、でも自分がやりたいボケ詰め込んで構成もクソも関係なくやってみるわって言ったら、一気にそのネタでその上のメンバーに入れたんですよ僕。ああそういうことやったんやってその時思ったんですけども、まあそういうことなんですよね。だからちょっともう何も気にせず書きたい、賞を取るとかじゃなくてっていうことを考えた時に、いろんな作品を書いてですよ、その何枚の規定とかこの賞っぽいとかも一切関係なく、自分が書きたいことをとにかく書いて、あダメだこれどこにも出せねえやと思ったら、ちょっとねノートにアップしていこうというふうに私は思っております。はい、これ別にお金は取らないようにしようと思ってます。最初は途中からは多分ちょっと反応があれば100円ぐらいでね1個、それはやらせてください、100円ぐらいはお願いします。ちょっとお金は大事なんでね100円ぐらいで売れるぐらいちょっと頑張ろうとはいうふうに思うんです。最初はねちょっとこういう感じの短編アップしますってなんかバーッと出して、皆さんに読んでいただけるようであれば100円ぐらいで、で要はもう関係なくなんかバーッと書いて、でもなんかそのままひっそり自分の中にっていう感じは嫌なんで、もうバンバン出していって、読みたくなければ読まなくていいです。斉藤紳士なんか自分の作品売ってるらしいなとか言われても、嫌なら見なくていいし、嫌なら買わなきゃいいし、とにかくいろいろいっぱいあまり何も意識せずに書き殴ろうと思った時にその方法がいいかなと思ったんで、まあちょっとだけ見られる読まれるっていうことを意識できるんで、ノートにアップするで、アップするけど別に賞を取りたいわけでもないし、
ね、何かを狙ってるわけでもないので、構成がむちゃくちゃだろうが何だろうが、自分の書きたいものをちょっと書いてみようというふうに思っております。そういうことを繰り返していってたら、なんか自分の味が出てきて、自分のね、言いたいことっていうのがストレートに言えるようになって、そうするといい方向に行くんじゃないかなというふうに思ったので、今後ね、短編小説の方も、まあノートなんかほとんど活用してないんですけども、たまにねエッセイ的なものをポンと載せるだけで、それプラスでちょっと短編小説っていうのもアップしていこうというふうに思っておりますので、近々あげたいと思いますので、ぜひ読んでみてくださいという今日はご報告でございました。どうもありがとうございました。